夫がね、今がんで、下肢麻痺で、延命治療も終えなきゃいけないかもっていう状況になっていますので。はい、皆さんこんにちは。卵巣がん、肺がんのダブルキャンサー、卵巣がんさくらです。今日はですね、卵巣がんの経過観察の受診日です。私が卵巣がんに告知された2018年の7月30日から約3年10ヶ月ぐらいになります。CT に関しては、肺がんの方の経過観察に合わせて半年に1回撮ってるんですけれども、それが1月と7月なんですよね。で、その合間の腫瘍マーカーなんかを検査するっていう感じになるんですけれども、もともと私の場合はですね、腫瘍マーカー人より基準値より高めになってます。なので割と腫瘍マーカーの値に関しては敏感、教えてもらわないという方法もあるんですけれども、私は知っておきたいタイプなので、いつも数値を教えてもらったりなんかしています。やっぱりね、緊張してますね。実際ここのところ、今ね、私の夫もがんなんですけれども、夫の方の治療の方向性があまり良くなくて、実はもう薬がね使えないというふうに診断されました。延命治療なんですけれどね、延命治療ももう行えませんというふうに主治医に言われて、そこから主治医がセカオピを勧めてくれたんですね。セカンドオピニオン、まあ最後の砦になるかと思うけど、使える薬があるかないかの確認だけはしてみてもいいかもねっていう感じのものです。それがまた今週あるんですよね。なのでそっちに結構気を取られてはいたんですけれども、それでもやっぱりね、自分のこう病院にこう一人で来るわけなんですけれども、緊張します。で、今車で家から来て駐車場に停めれたところなんです。これから血液検査、腫瘍マーカーを取るための血液検査をして1時間ほど待って、いや2時間ぐらいかな、待って、婦人科の診察結果と、エコーの診察になるかと思います。今の体調とか質問とかっていうのを先生に伝えるためのメモを出そうかなと思っているので、それももし時間があれば取れたらなっていうふうには思っています。まだこの時点では書いてないです。今回余裕がありませんでした。はい、では行ってみたいと思います。今診察が終わって駐車場まで帰ってきました。今日はやっぱり、最初に血液検査をして、その後1時間ぐらい待って、腫瘍マーカーの結果が出るのが1時間ぐらいかかるので、毎回そうなんですけど待って、で順調に、婦人科の受診を受けることができました。で、婦人科の受診はやはり内診のエコーもやっていただいて、経膣内もエコー上は問題ないということを確認できました。腫瘍マーカーはちょっとこういう感じなんですけれども、いつもねやっぱ高いんですけど、今回ちょっと結構高いなと思っちゃったりしてるんですが、特に指摘もされませんでしたので
気にしないようにしようかなと思っています。次7月に CT の検査があるので、その画像検査の方がやっぱりね、私としては気になるところではありますので、一旦安心材料が得られたかなっていう感じです。今回は婦人科受診の時に主治医に聞きたいことがいくつかありました。でそれについてはまた別の動画で上げていきたいかなっていうふうに思っています。で私はいつも受診する前に脳とか紙に先生に聞きたいこととか気になる体の症状とかを優先順位をつけて書いてから診察室に入ります。それを全部質問して帰ってくるっていう感じなんですけれども、まあ、時間がなければ聞かなくてもいいかなっていうようなのも優先順位下げて書くんですが、今回ね結構聞きたいのがあったんですよ。で一番気になってたのが下腹部の引きつりというかチクチクというか、で伸びるとなんかはち切れそうな感じとかあるので、これはもしやって思ったり、便が細かったりとかもするので嫌だなぁと思ってたんですけど、まあこれはね、また CT の時に問題なければいいかなっていうふうに思っています。はい、今回定期的な経過観察異常なしということだったので、まあ7月の CT もうすぐなんですけれども、ちょっとドキドキしますが、その間私はもう自分のことも楽しみながら、また、最初にも伝えたと思うんですけれども、夫がね今がんで下肢麻痺で、延命治療も終えなきゃいけないかもっていう状況になっていますので、まあできるだけ頑張って、はい、寄り添っていきたいかなっていうふうに思います。とりあえず緊急入院とかそういうことでドタバタすることがなかったっていうのが救いです。ありがとうございます。今回なんでこんなボロボロの枕の横で喋ってるかというと、これ車内なんですね。これはいつも夫が車椅子で乗った時に足元で引くやつなので、あんまり綺麗じゃないんですけれども、背景映っちゃうのでと思って、ね、こんな感じになってしまいました。では皆さんまたお会いしましょう。さくらでした。